テツヤは、千葉県出身のオートバイロードレースライダー。全米ロードレース選手権、アメリカンホンダ時代には、マイク、ヒシキと呼ばれていた。1965年に、ホンダ技術研究所に入社し、CB450、CB754,CB250、350等の開発に従事。1968年、1969年、 1970年、鈴鹿十時間耐久レースで3年連続総合優勝をする。アメリカでレースをするために、ホンダ技術研究所を退職。プライベーターとして、全米ロードレース選手権に参戦。1985年に帰国し技術研究所に復帰。開発ライダーとして、数々の製品に携わる。ホンダオリジナルヘルメットイコールリアスの開発で、 アイルトンセナのヘルメットを担当した。1986年発売の FTR250 カタログ拍子のライダーは、ひ式である。漫画、アイツとララバイの主人公、ひ式賢治の名字、ひ式は、ひ式哲也から命名された。ホンダスーパーカブを愛用している。19年、田中賢次郎に、弟子入り。高橋国光、谷口直樹。 北の元生沢徹らは先輩にあたる。1965年、ホンダ技術研究所に入社。ホンダ社内チーム、ブルーヘルメット MSC に所属。1966年、浜松ダートレース 251cc 以上クラス、優勝。2位、隅谷森尾。3位、大田浩二で、ブルヘルが表彰台独占。1968年、 MFJ 年間最優秀選手賞で欧州に派遣される。同賞は67年大田、68年比敷、69年住屋と同一チームが3年連続で獲得。この頃はブルヘルサンバガラスと呼ばれた。鈴鹿十時間耐久レースで優勝。1969年、鈴鹿十時間耐久レースで優勝。1970年、 鈴鹿十時間耐久レースで優勝。1971年、ダートレースに憧れと米、72年からロードレース全米選手権に参戦。1973年、ラグナセカで骨盤骨折、プロレースを断念。1974年、アメリカンホンダモーター入社。1985年、帰国し、ホンダ技術研究所へ復帰。 1991年、レオスヘルメット担当として、モナコ GP から、マクラーレンホンダに帯同。2006年、ホンダ技術研究所定年退職。2009年、フォトグラファーの瀬谷正マと、アメリカ1600キロメートルクルージング観光。1963年、鈴鹿18時間耐久レース250、CC クラスサ1964年 MFJ。 大島火山レースオープンクラス5位1965年、鈴鹿24時間耐久レース 125cc クラス3位1968年ジュニア251、CC 以上クラス年間チャンピオン鈴鹿10時間耐久レース、優勝1969年鈴鹿10時間耐久レース、優勝1970年鈴鹿10時間耐久レース、優勝マクファジクラブマンレース251、 CC 以上クラス優勝2004年たい。ありがとうございます。